北洋大は、鹿児島県鹿児島市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。意識大小学校1年時に野球を始め、6年時には県選抜のメンバー入りし、全国大会で優勝。意識大中学校時代は、南式野球部でプレー。鹿児島工業校では3年夏の甲子園に出場している。鹿児島県政では、県立校として53年ぶりの出場ながら、 四強へ進出。準決勝で同大会の優勝校である早稲田実業高校と対戦し、斉藤勇気に無得点に抑えられて敗れた。高校時代の同期には今吉光一らがいた。九州産業大時代九州産業大学進学後は一年春からベンチ入りし、同年と二年秋、三年秋、四年秋の福岡六大学リーグ優勝を経験した。 二年春にはベストナイン、四年秋には MVP に選出された。リーグ通算31勝7敗。同リーグでは、マハラ・タカヒロ以来となる30勝投手。2010年の NPB ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズから四巡目で指名。契約金5000万円、年俸900万円という条件で入団した。早稲田大学の投手として、 ドラフト一巡目指名を受けた斉藤と同期入団で背番号は35。ちなみにドラフト会議翌日に登板した九州大学野球選手権の準決勝では明王大学打線を相手にノーヒットノーランを達成している。プロ入りに関して一中の球団は特になかったが福岡ヤフージャパンドームとの相性などから、前述の通りドラフト会議では ソフトバンクではなく日本ハムから指名され会議後の九州大学野球選手権決勝戦後にソフトバンクに取っておけばよかったと思わせる投球をしたかった。いつかまたここで投げたいと語った。2011年には7月26日のオリックスバファローズ戦8回表に1軍公式戦へデビュー。しかし1軍公式戦への登板はこの試合のみで 翌2012年には2軍での調整に終始した。2013年には1軍公式戦9試合に登板。10月4日の対福岡ソフトバンクホークス戦で1軍公式戦初勝利を挙げた。2014年には1軍公式戦1試合に登板。1試を取っただけで2点を失うと、翌2015年には再び1軍から遠ざかった。2016年には ロングリリーフを中心に一軍公式戦で自己最多の16試合に登板。1勝0敗、防御率3.56という成績でチームのパシフィックリーグ優勝に貢献したが、ポストシーズンでは登板の機会がなかった。2017年には一軍公式戦8試合に登板。防御率を2.38にまで向上させたが、球団から戦力外通告を受けたことを機に、 11月24日のファンフェスティバルで現役引退を発表した。日本ハムの球団職員に転身。2017年12月7日にはチーム統括本部国際グループへ配属されることが発表された。2018年から業務提携球団のテキサスレンジャーズへ派遣。チーム統括本部所属の矢野健二が特命コーチとして レンジャーズに留学している2019年には、矢野の通訳を務める傍ら、矢野の一時帰国中日産 A 選手へのスカウティング活動を担う。真上から振り下ろすオーバースローから、最速時速 150km の速球にフォークボール、カットボール、スライダー、90時速 100km 台のスローカーブを投げ分けていた。かつて日本ハムに在籍していた左投手の岡島。 秀樹と同様に顔が横を向く投球フォームが特徴。小学6年時の野球教室で稲尾和久に投げるときは保守をしっかり見て投げなさいと指摘されて以来何度もフォームを変えようとしたが結局上記のフォームに戻っている。右肩にルーズショルダーの傾向が見られたためキャッチボールの前にはチューブトレーニングを欠かさなかった。英語ができれば 世界のいろんなところに行けるからという憧れから幼い頃より英語に興味を持ち野球は高校で辞め大学卒業後の留学を考えていたしかし両親の説得により野球ができて英語の勉強にも取り組める大学への進学を決め九州産業大学では国際文化学部英文コースに在籍以前は日本人学校の教師を目指していたが 日米親善高校野球大会の高校日本代表のメンバーとしてアメリカ遠征やロサンゼルスでのホームステイを経験し今ではメジャーリーグに挑戦する日本人選手の通訳を夢見ているまた母校の鹿児島工業高校で教育実習を行い英語の教員免許を取得している同学年の田中正宏と親交があり同世代では 田中と斉藤が別格だったと語っている。利用組合北海道日本ハムファイターズ講演会が球団とコラボレーションして毎年の最新ヘアデザインのモデルを若手選手の中よりファン投票で選出している企画ファイターズスタイルの2012年度モデルに選ばれている。現役を引退してからは日本ハムの球団職員として英語での高度なコミュニケーションが求められる。 国際グループへ配属された。現役時代には尊敬する選手としてティム・リンスカムを挙げていた。2018年には派遣先のレンジャーズへリンスカムが移籍したことから現役時代に叶わなかった本人との対面やコミュニケーションを実現させている。ありがとうございます。